ペルー軍の騎兵部隊ペルー陸軍はペルーの陸軍。1821年の独立以来、ペルー陸軍は幾多の戦争を経験している。1879年の太平洋戦争、1932年のコロンビアペルー戦争、1995年のセネパ紛争などがそれである。1941年のエクアドルとの国境紛争では勝利し、 1944年に第二次世界大戦に参戦する。戦後は余剰となったアメリカ製兵器が流入することとなる。1947年には米州相互援助条約に加盟し、南米における安全保障体制の一員となった。1968年10月3日、フアンベラスコ・アルバラード将軍はクーデターを起こし、ベラウンデ政権を転覆した。 陸軍は軍事革命路線を推し進める軍事革命政権の中核的存在であった。1968年から1980年にかけての軍事政権は先例のない軍備増強を実施する。特に1970年代にはアメリカ合衆国の影響力を弱めるためソビエト連邦製の兵器を多数導入した。1980年に 軍事政権は選挙により民税移管される。しかし、不況や自然災害によって国内の経済状態は悪化し、センデロルミノソなどの極左ゲリラが地方において台頭してきた。1990年には地方の大部分はセンデロルミノソが制圧し、国内情勢は緊迫化してきた。この状況を打破すべくアルベルト・フジモリが大統領に就任し、 強権的な政権運用で国内情勢の安定化を目指し陸軍もその一翼を担う。この間、1995年にエクアドルとの間で国境紛争が勃発しこれに対処する。1996年には在ペルー日本大使皇帝選挙事件が発生しこれを強行突入により沈圧。1999年のエクアドルとの 平和条約締結の1年後には徴兵制から志願制に切り替えられた。2000年の藤森大統領の失墜により、陸軍には困難な問題が表面化した。将校の一部は汚職と人権侵害を引き起こしていたとされ、バレンティン・パニアグア大統領、アレハンドロ・トレド大統領政権下において、 不正に関与した軍人たちを刑事事件で起訴し、国防省の改革がなされた。ペルー陸軍の編成陸軍総司令官の下以下の職位、組織がある。2009年時点で、現役兵装員76,200人、文民11,400人、2007年時点での、予備役は18万8,000人。ブラエトは、アプマリック側、エネ川渓谷を示す、当時後のこと。 タイゲリラ戦、麻薬取り締まり作戦の最前線である。戦車総輪車、アラクラン装甲車総機車、FN スカーを手にする、ペルー陸軍コマンド部隊下砲ミサイルペルー陸軍のミマイナス17、固定翼機回転翼機。ありがとうございます。